開発チームが、まあ、ゴトイタを作っていた開発チームから制作されている IP ではあるんですけれども、まあ、そのままシリーズを継続するのではなく、まあ、独自の、新規 IP として一つ、立ち上げようと。ずっとゴトイタを続けてきて、少しその同じ世界観を共有しつつも新しいことをやってみないかというところで、ゴドウェインがスタートしたというような経緯ですね。シフトさんとのやり取りは、あの互いにアイデアをこう本当に遠慮なしにぶつけ合って、で遠慮なしにダメ出しをし合うという、そういう意味ではなかなか面白いチームなんじゃないかなって思いますね。本作はですね、主人公がレブナントと呼ばれる吸血鬼となってですね、同じ境遇に置かれた仲間とともに危険が待ち受けるダンジョンを踏破していくドラマティック探索アクション RPG となっております。探索アクション RPG ジャンルはやっぱり敵が非常に強いと、で強敵と戦うっていうのもまたこれパフォーマンスが非常に求められるという、ジャンルとしてどちらかハードな世界観で、やはり敵も強力で、やっぱりゲームシステムとしてもその死ぬかもしれないっていう緊張感とか、探索の中でのドキドキ感とかっていうところをフィーチャーするにあたって、やはり難易度はちょっと高めにしようとは思っていましたけども、そういうゴッドイーターが持っていたようなとっつきやすさっていうものはなくさないようにしようっていうのが一つ心の中にありましたね。まあ、その中で、吸血鬼ならではのアクション、まあ、例えば吸血ですとか、まあ、その吸収した血を用いて放つさまざまな技を駆使してダンジョンを踏破していくという、割とやっぱりそのアクションゲームずっとやっていると、まあ、同じアクションを繰り返してそれを上手くなってきたら当然のことだと思うんですけど、まあ、どこかちょっと飽きが来る瞬間っていうのがあるなと自分的には感じていて、まあ、そこにその連結でいろいろなパラメーターの付与だったり、他の行動を取る必然性みたいなものが与えられると、よりその触ったことのないアクションとか、やったことのないことっていうのに触れられて新しい体験をもうやっていけるのかなと。まずゲームとしての引きはどこかっていうところに関して、やはりあの戦い方とかそういったところ、アクション面の方でやはり引きが欲しいよね、吸血鬼らしさが欲しいねっていう話がありまして、敵の血を吸う吸血ですとか、あと身にまとっているものですね、マントが変形して巨大な翼になって敵を薙払うっていうような、そういうもう一目見ただけでキャッチになるような気になるアクションっていうのを最初盛り込まれた形になっていました。今作では画装っていう、あの衣服でありながら血を吸うために武器として使われる衣装っていうものがありまして、それがまあ画装と言います。画装には大きくアクション性能で4つの種類がありまして、オーガー、スティンガー、ハウンド、アイビー、それぞれ敵との距離と攻撃のスピードが異なっています。ゲームの根幹にあるのは、ブラッドコードっていう自分の性質を決めるもの。主人公はちょっと特別な存在で、このブラッドコードと呼ばれる、クラスやジョブのようなものを付け替えることができます。付け替えると合わせてその攻撃力が高いとか、防御力が高いとか、炎の弾を飛ばすっていう、連結がありますといったときに、この炎を飛ばすという行為が、どういう、コストを払って行うことができるのかっていうところが、コードベインではかなり特徴的になっているかなと思います。よくあるパターンだと MP とか、マジックポイントっていう概念があって、このマジックポイントがある限り使えますよとか、コードベインにおいては、敵であるロストを、攻撃すると明血というリソースが得られて、これを効率よく奪うための手段として、画像を変形させて敵にグワッと攻撃する、吸血アクションというものがありまして、アクション的なレスポンスですとか、それを組み込んでコンボを組み立てるとっていうところは、ゴッドイーターから継承したところで割とお気に入りですね。ボタンを長押しして貯める吸血攻撃っていうのが基本にあるんですが、これしか存在しなかったんですね。なんですが、これがちょっとやっぱり時間がかかるので使いにくいというお話があり、結果として楽しんでほしい連結のシステムもなんか楽しみにくいっていうお話もあったので、ここについて改善としては、コンボ吸血というですね、攻撃中に特定の操作をするとすぐさま吸血攻撃が出せるっていう、連結は一番最初のプロトタイプでは存在しなかっ
ったですね。明結の概念はあったんですが、それを使って何をするかっていうところは全く違う、もっとすごい必殺技を出すっていうものになっていたんですが、まあ、そのプロトタイプを一通り作って遊んで終わった時に、やはり何か何も残るものがないというか、もっと困難に対するアプローチっていうものがあるゲームにした方がいいんじゃないかっていう。連結にいろんな種類があってですね、飛び道具を発射するものですとか、自分自身が武器を振るって派手な攻撃を繰り出すっていうものもありまして、集中ゲージというシステムがあって、まあ自分がダメージを受けたりピンチに陥ったりギリギリで避けたりすると、まあ、一定時間強くなるっていうシステムがあるんですが、まあ、それが実は敵側にもあると。でノンプレイヤーキャラクターである敵にもそれをシステムを導入して、互いにそのフラットな立場でバトルを構築していくっていうところもなかなか面白い考え方だなと思っています。プレイステーション。